坂さんはどなたの心の声聞いてみたいですか。いやちょっとすごい深い話が出た後にすごく恥ずかしいんですけども、僕は赤楚くんに一つ実はありまして、まあ、プライベートでね連絡先を交換してるんですよ。でまあなんかそのしょっちゅうではタイミングでこう LINE をするんですね。そうすると未読スルーされるんですよ。あら、まあ、すごいお忙しい方なのは分かるんですけども、まあ、だいぶ期間、あ、そういえば LINE 送ったけど返事来てないなと思ってパッて見たらまだ未読なんですよ。その心の声聞きたいですね。あの言い訳がましいかもしれないんですけども、未読がいっぱい溜まっていて、ちょっとどっから返事を返せばいいんだろうかっていうので頭パンパンになって結局誰もしないっていう。迷子になっちゃうね。迷子になっちゃいますね。そうなんですね、はい、それでもう致し方なくスルーになってしまう。そうですね、そうですね、その既読してしまうことによって返事しなきゃっていうような脅迫されてるような気持ちになるので、そんなつもりないですよね。そうですね、だからなるべく、そうですね、電話が一番嬉しいんですけどね。うん、次からは電話します。いやもう本当もし何かあったらすぐ電話してほしい。電話だったら 100% 出るっていう。わかりました。はい、あ、それ心配になっちゃったんで、嫌われちゃったのかなと思って。いや大好き。ありがとうございます。大好きいただきました。はい。